生活保護申請、はい、増えたということなんですが、はい、これはせっかく来ていただいて、ね、森山さんに伺いましょうか。どうこのニュース聞かれてどうですか。どう思われますか。そうですね、まあ、私たち子どもの支援していると大体まあ親御どちらかというと親御さんが生活保護を受けるかどうかとか、もしくは親御、うん、子どもがまあ成人になった時の話なので、すごく生活保護と密接なんですけれども、普段私たちすごい関わるわけではないんですけれども、うん、ただまあ子どもの家庭を見ていると、その生活保護受け入れたらもっと楽なのになって思うケースの方が圧倒的に多くて、まあ、日本は本当に生活保護を受けるべき人の、うち、まあ、統計にもよりますけど2割ぐらいしか生活保護を受けられてないっていうのが、まあ、現状、いろんな理由あって現状なので、まあ、まだまだ本当は受けなきゃいけない人が本当はたくさんいて、まあ、この 2% どころではないんだろうなっていうのが まず受けた印象ではあります、はい、五十嵐さん、やっぱり日本は生活保護を受けられるのに受けない人とか、周りのことが嫌、なんか親戚に連絡されるのが嫌で受けない人とか結構いるんですよね。そうですね、保護条件がですね非常に厳しくてですね、厳しすぎる、親戚に一人でも余裕のある人がいたらその人からもらえというやり方で調べられるわけですね、うん、そうすると親戚に自分が生活保護を受けなきゃいけないような状態だということを知られるのは嫌だ、まあ、知られたくないですよね。このやり方自体が非人道的なやり方だと、私は行政側のやり方がひどいと、ね、普段付き合いのない親戚もだってね、いきなりね、お金だ、お前親戚なんだからお金出せって言われて嫌だよね、うん、この辺がどうも血の通った行政とは言えないと思うんですが、森山さんが代表理事を務めるスリーキーズは、生まれ育った環境によって子どもの権利が保障されない子どもたちをゼロにすることを目指している認定 NPO 法人なんですが、そもそもこのスリーキーズっていう名前はの由来は何なんですか。そうですね、スリーキーズ、まあ、私こちら大学時代に作った名前なので、すごくこだわって作った名前ではないんですけれども、ただ当時の思いとしては、全ての子どもたちにきっかけ、気づき、希望をという、まあ、3つの鍵を届けていきたいっていう、うん、名前が一つと、あとはその子どもたちと接する中ですごく言われたのが、名前に虐待とか貧困とかあると本当に自分が利用していいのかどうかわからない、自分が貧困かもわからないし虐待を受けてるのかもわからない子にとってはわからないということで、あえてそういうワードを外した名前にしたかったっていうのもありまして、それでこういう名前にたどり着きました。虐待児童救済法人なんていうと、それ嫌がる人がいるわけですよね、うん、はい、嫌がる人と、はいはい、そうですね、それで、この設立させた時の、まあ、最初のきっかけというか、どんな思いだったんでしょうか。そうですね、もともとは私大学は法学部の政治学科で、まあ、法律とか政治を学びたくて大学に進学したんですけども、まあ、なかなか大学の授業だけだとわからないことが多すぎて、うん、始めたのが児童養護施設という、まあ、虐待で保護された子どもたちが家から親元ではなく代わりに育つ場所が児童養護施設なんですけども、うん、そちらで学習ボランティアを最初始めたのがきっかけで、まあ、私としてはまあ、日本は先進国ですし、もっとその行政の役割が最低限果たせているというふうに漠然と思ってたんですけれども、うん、その虐待で行政の措置のもと保護された子どもたちの、うん、まあ、リアルな現状を見たときに、例えば虐待で保護されても不登校だったりとか進学が保障されてないとか、うん、まあ、一人一人と寄り添ってくれる大人がいないとか、まあ、本当に深刻な状況であるっていうのを知りまして、でまあ、もう少しその学生の頃からできることがあるんじゃないかということで、まあ、立ち上げたのが大学生の任意の組織としてスリーキーズというのを立ち上げて、で大学生が、まあ、家庭教師として児童養護施設に保護された子どもたちにマンツーマンで学習支援をするっていう活動を最初始めたのがスリーキーズの立ち上げの、はい、まあ、虐待とか貧困っていうお話が出たんだけど、エリちゃんから何か聞きたいことあるの？そうなんです、先ほども7人に1人のお子さんが貧困っていうふうにお話出てきたと思うんですけど、まず貧困の定義っていうものがどういうものなのかっていうのを伺いたいのと、あとこの具体的に子どもの権利が保障されないっていう場合の
子どもの権利っていうのはどういうふうに定義されているのかっていうのを伺いたいなと思いました。はい、はい、もしかしたら私より五十嵐さんとかの方がいいかもしれないんですけど、貧困についてはですね、日本は相対的貧困といって、この辺経済学なんであのあれなんですけれども、要するに日本の平均的な水準に比べてかなり貧しい状況で暮らしている人たちを、その数値っていうのはその物価とか水準で変わってくるんですけれども、ざっくりとそういう定義になってまして、要するにすごく日本の当たり前の水準に比べて貧しい生活を強いられている人たちを貧困というふうに、格差のもとで暮らしている人たちを貧困というふうに定義できるかなと、分かりやすく言うとそういうものになります。で、例えばそうですね、でなので子どもの貧困っていうと大体はその家族が貧困の状況にある子どもを指すんですけれども、世帯年数的にはどのぐらいの方から貧困という定義なんですか？世帯年収は世帯の人数によっても変わってくるんですけれども、子どもの割合とか、そうですね、はい、なので、平均所得の半分以下の収入しかない世帯に暮らしている子どもたちの割合、平均所得の半分以下の収入でお子さんがいるって方がそもそも貧困という、何人世帯かによって違いますけれども、それの全部計算をしている、大体それで7人に1人ぐらいがそのぐらいに、相対的貧困ということがちょっと分かりにくいかもしれないけど、例えば日本ではかなり貧困な人でも、それは開発途上国の人に比べればそれこそ靴なんか履けないっていう人もいるわけだから、それに比べたらみんな靴履いてるしということで、絶対的というよりも他と比べてっていうことになるんだよな。そうですね、日本とかも違いますよね、はい。